アブ7。アブもしくはアブップ7、アサルトアンフィビウスビヒクル、パーソネル、モデル7、水陸両用教習輸送車7型は、アメリカ合衆国で開発された、水陸両用車としての能力を有する、走行兵員輸送車である。公式の相性はないが、アメリカ海兵隊では、水陸両用走行車に用いる、伝統的な名称であるアムトラック。 アムトラックの愛称で呼ばれている。地上だけでなく、水上を浮上航行する能力を持つ、水陸量要素を車両で、水上での推進力は主に、ウォータージェット推進を利用するが、離体の回転だけでも時速 7.2km の推進力を有する。元は LVTP-7 の名称で、アメリカ海兵隊における上陸強襲作戦用に開発されたが、 実戦投入された湾岸戦争、イラク戦争では、陸上にて、通常の装甲兵員輸送車や、不評戦闘車として使用されることが多く、対戦車ミサイル対策として、増加装甲キットが開発されて装備されている。1964年、アメリカ海兵隊は、新型水陸両用教習車両の開発を、核メーカーに要請、f m c 社の案が採用された。 1966年から1969年にかけて研究開発、試作が行われ、LVTP5、LVT5 を発展させた LVTP7、ランディングビヒクル、トラクテ、パーソネル、モデル7が1970年6月に採用された。1971年より配備が始まり、1974年には発注された。 LVTP-7 の生産が完了し、LVTP-7 は地上で時速 72km、水上で時速 13km の速度を出し、海兵隊員25名を収容できた。当時の武装は M85 機関銃1丁を装備した銃刀のみで、NBC に対する防護措置も取られていなかった。1970年代後半、 海兵隊は新型水陸両用教習車両の取得計画を中止し、1977年に LVTP7 を回収した車両を開発するよう FMC 社に求めた。14両の試作車両が製作され、重量増加に対応したサスペンションの強化により、車高を短縮、発電機や電子機器の更新、重灯へ発煙弾発射機を装備、 各乗員用の暗視装置もパッシブ式に変更される、どの回収がなされた。海兵隊ではこの車両を LVTP7A1 として採用するとともに、生産を A1 型に切り替えて続行することを決定した。1985年には、正式名を LVTP7A1 カラーブ 7A1、アサルトアンフィビーンビヒクル、パーソネル、モデル7アドバンスト1に変更した。 海兵隊では1980年代後期に入り、12.7mm 重機関銃、M85 に変えて、M20 機関銃を装備、MK19 自動的弾重及び発炎弾、発射機を装備したキャデラックゲージ製、新型銃と、アグイス、アップ、ガンドウェポンステーションの略に換装し、車体前面に折りたたみ式のナきリータを装備、 対弾能力を 7.62mm レベルから 14.5mm レベルへ引き上げる強化型装着装甲キット e a c エンハンスドアプリケアーマーキッズの略の装着を可能にする回収を行っている。湾岸戦争時点では e a c の追加装備が間に合っておらず一部の車両はパンチングメタル状の金属板をスペーサーを介して車体に取り付けて 即席の中空増加走行として運用していた。その後、エンジンを M2 ブラッドレー不評戦闘車が使用している強力なカミンズ V903 水冷ディーゼルエンジン525馬力、乾燥し、サスペンションホイールなども M2 ブラッドレーと共通化する二次、回収、ラム、RS、リライアビリティ、アベイラビリティ、メインテナービリティ、 リビルト2スタンダードの略が1998年に承認され、順次実行されている。2003年のイラク戦争時には、ラム、RS 回収済みの車両と未回収の車両が混在していた。アメリカ海兵隊は、アブナナの後継車種として、FF の開発を進めていたが、2011年にキャンセルとなった。このため海兵隊は、 アブナナの運用を引き続き継続することとなったが、その一方で、イラク戦争、及びこれに続くアフガニスタン紛争において、アブナナのアルミ製車体の防御力の低さが明らかとなってた。こういった事情を背景に、アブナナの生存性を高め運用年数を増やす、改修計画がによって進められ、2016年にアブナナ s u として公開された。アブナ s u の車体周囲には、 セラミック製追加装甲が装着され、車体内側には飛散防止ライナーが装着される。また、兵員用座席にも、耐地雷防御が施されている。アメリカ海兵隊は今後、AV7SU を2035年まで運用する予定である。派生型として、式車両型 AVUK7 と回収車両型 AVU7 がある。1970年代には、LVTP7 をベースにが試作され、 M にブラッドレイフ評を戦闘車に発展している。立島防衛強化のため陸上自衛隊に新編された水陸機動団にアブ7 a 1ラム RS が水陸両用車アブ7として配備されている。参考品として平成25年度防衛予算で水陸両用車アブップ7 a 1ラム RS 人員輸送型4両を25億円で調達。 この参考品については、新古品であり、メーカーが保管していた車両を、陸自向け仕様にしもの。陸自独自の仕様として公開等。戦闘時は外すとサイレンを装備。オプションとして、サイドミラー付き方向指示器も用意されている。e ー c を装備した車両も存在。1号車、2号車は、陸上自衛隊開発実験団例下の、装備実験隊、第1実験下に、 研究開発用として、三号車は第四戦車大隊に部隊訓練用として、四号車は陸上自衛隊武器学校に整備練習用として配備されていたが、後にすべての車両が第四戦車大隊に配備されていた。参考品として、平成二十六年度防衛予算で、水陸両用車アブック七 a 一ラム、RS 式通信型一両と水陸両用車。 アブア 7A1 ラム、RS 回収型1両の計2両を17億円で調達。参考品の隠し検証が行われた後、平成27年度防衛予算で、水陸療養者、アブック 7A1 ラム、RS 人員輸送型24両、水陸療養者、アブック 7A1 ラム、RS 式通信型3両、水陸療養者、アブア 7A1 ラム、 RS 回収型3両の計30両を203億円で調達。平成28年度防衛予算で、水陸療養者アブック 7A1 ラム、RS 人員輸送型9両、水陸療養者アブック 7A1 ラム、RS 式通信型1両、水陸療養者アブア 7A1 ラム、RS 回収型1両の計11両を78億円で調達。 平成29年度防衛予算で、水陸療養者、アブック 7A1 ラム、RS 人員輸送型9両、水陸療養者、アブック 7A1 ラム、RS 式通信型1両、水陸療養者、アブア 7A1 ラム、RS 回収型1両の、計11両85億円で調達。2018年3月27日に、水陸機動団が新編された後は、 霊下の戦闘上陸大隊、水陸機動教育隊に集中配備された。なお、2017年の自衛隊法改正にて、船舶法などの適用除外を定めた第109条、第110条が改正された。これによると、陸上自衛隊の使用する船舶、水陸両用車両を含むが、船舶法、小型泊の登録等に関する法律の対象外となったほか、 これに乗船して操縦に従事する隊員が船舶職員及び小型船舶操縦者法の対象外となった。2015年をめどに後継車両となる予定だった FF エクスパデシャネリーファイティングビヒクルは2011年1月にロバート・ゲイツ国防長官の軍事予算削減の方針により開発中止になったためアブナナは今後もしばらくの期間は 海兵隊の主力水陸両用装甲車として使用される。FF に代わる後継車両について、米ジェネラルダイナミクスは三菱重工業と水陸両用車の共同開発に着手。同じく後継車両の開発を行っている場合、システムズも三菱重工と協業の模索に入った。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。